身長ビヨン医師医学科生成外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのは亜鉛編身長を伸ばす方法パート2をねさせていただきたいと思います。まあ、前回の動画は本当にこう人気があって、今日見る感じだと 4.9 万回再生なので、まあほぼね5万回再生達成したような超人気動画になってまいります。でそれだけで亜鉛に対して皆さんね興味持ってらっしゃるのはよくわかりますので、そのね追加の報告をさせていただきたいと思います。今日お話しさせていただくのはまず亜鉛の成り立ちというか、亜鉛のですね、効果についてまずね皆さんと一緒に勉強したいと思います。どういうふうにね骨が出来上がってるかというのをちょっとみんなと一緒にね考えていきたいんですけども、一つはカルシウムとかリンとか、あとマグネシウム、そういったものがビタミン D を通して沈着していって骨が強くなっていくわけですね。それに加えてですね、コラーゲンっていうのが絡み合って骨がですねより一層強固になっていくというか、骨になっておくわけなんですけども、そのコラーゲンになるのが亜鉛だったりだとか、あと銅だったりとか、あとマンガンとか、あとビタミン C もですねコラーゲン生成に関わってくると。さらにそのコラーゲンというのはビタミン B6 も関与していて、そのビタミン B6 に関して言うと、さらにアルギニンの生成もですね関与してくるので、亜鉛だけでなくてビタミンの B6 だったり C だったりビタミン D っていうような骨の成長に実は関わってるっていうのがまず最初のポイントになってきます。それに対してエフェクトオブジンクプラスマルチビタミンサプリメンテーションオングロースインスクールジェルデンということで、タイの論文なんですね。この論文は実はですね前紹介した論文と実は同じ先生が書いてる論文になります。それだけですね、やっぱりこうタイっていうのは亜鉛欠乏ですね、問題になりがちなのかなというのはね想像つくんですけども、もしこの先生がめちゃくちゃ亜鉛のことを興味あるかのどっちかだと思うんですけど、亜鉛プラスマルチビタミンをタイの学生さんに投与したような論文になってきます。で最初に注意しなくちゃいけないのは前と同じなんですけど、この論文は日本の論文ではなくてタイの論文だっていうところがポイントになってきます。日本はですね、おかげさまで非常に裕福な国になってきてますので、もしかしたらタイほどですね、亜鉛欠乏はないというふうに考えられるかもしれないですし、人種も違うことからこの論文を 100% 鵜呑みにすることは良くないかなと思います。その点をね十分注意してください。そういったのを踏まえてですけど、論文の内容をね簡単に紹介させていただきます。でこの論文の内容としては、タイの公立学校に通う4から13歳の学生さん、4から13歳というと大体だけ小学校入る前から小学校を卒業したぐらいの年齢ですね。そこの学生さんがピックアップされて70名亜鉛とマルチビタミンを飲ませた群と何も飲ませなかった群、おそらくプラセボの薬を飲ませたんだと思うんですけど、ダミの薬と亜鉛プラスマルチビタミン飲ませた群を比較した、飲ませて6ヶ月間フォローアップして最終的に身長伸びをね比較した内容になってまいります。でここにはね亜鉛はね何ミリグラムとかっても記載があるんだけど、何ミリグラム内服したかっていうのもものすごく大事で、ここでね話したいぐらいなんだけど、そのね何ミリグラムって話をするとそれをそっくり真似てやる人が出てくるので、ちゃんと理論だって採血がフォローアップしながら、医師の指導のもとね同じだけのミリグラム数飲むのはいいんだけど、盲目的に同じだけ飲むのは推奨しないので、ちょっとここでは言えないんですけど、何ミリグラムっていうのは亜鉛を内服している。あとマルチビタミンに関して言うと、ビタミン A と D と B1、B2、B6、B12、あとニコチンアミドって書いてあるけど、そういったようなマルチビタミンを内服させたそうです。でここでまず、ね、ポイントになってくるのは、先ほどお伝えした通り亜鉛は当然のことながらビタミンの D が含まれている。ビタミン D に関して言うと、先ほどお伝えした通り骨のですね石灰化の部分に関わってくるってところと、有名なのだと骨粗鬆症ですね、おじいさまおばあさまが骨が弱くなってきた時によく飲まれるのがビタミン D、 あとですね、O 脚の改善にもビタミン D がいいなんていう報告もあったりもします。ビタミン D が含まれているのはまず最初のポイントですね。あとはですね、ビタミン D に関して言うと日本でもですね欠乏がですね、結構強いなんていうね報告もあったりもするので、そういった点もね注目になってくるかなと思います。そしてあとビタミンの B6 も含まれますね。ビタミンの B6 は先ほどお伝えした通り亜鉛の骨に影響する部分を補強したり、あとはアルギニンが生成されるので、それによってさらに成長ホルモン分泌されるので、そういった意味ではビタミンの B6 というのは活躍してくれるかなと思うんですけど、そういったような栄養が入っているというのが今回のポイントになってまいります。そして結果の方に関して言うと、こういうふうに飲んだ群が 4.9 センチ伸びて、飲まなかった群が 3.6 センチということで、半年間で 1.3 センチも、ね、差が出てたってことで、これはもうすごいなと思って、単純な計算になってくると1年間あったら 2.6 センチもこれをねちょっと飲むだけで差が出るっていうような内容になってくるので、かなり強い影響があったということがここの論文から分かります。
ります。こんなに差が出るかなって僕もちょっとね思っちゃうぐらい強い差になってきますね。で、あともう一つのポイントとしては内服の2ヶ月後からですね身長伸びに差が出たそうですので、1日2日ねこういったちょっとね亜鉛とかビタミンを飲んでなんか意味あるかというと絶対意味ないと思うんですけど、2ヶ月がまとめて飲むことによって少しずつね効果が出てくるというのがこの論文の一つのキーポイントになってまいります。参考になりましたでしょうかね。まあ、いつもので注意している内容ですけど、亜鉛のね、過剰摂取はやめましょうってところと、あとはですね、まあ、学会の方ですね、まあ、小児内分泌学会の方では、亜鉛等のサプリメントでは、身長を伸ばす効果はないというふうに明言されてたりだとかもします。広告って結構ね、誇大に表現することが多いので、そういった誇大広告の広告にはね、注意してくださいっていう、ね、意味だと思うんですけど、まあ、サプリメントに対して過剰な、ね、期待をするのはやめましょう。はい、あとは亜鉛を含む食材についてねちょっとねみんなと共有していきたいと思います。牡蠣とかパルメザンチーズ、あと卵、抹茶、あとごま、アーモンドね、こういったに亜鉛が多く含まれているのでぜひね参考にしてください。まあこの中だとねアーモンドとかはそれだけにパクンって食べられちゃうから結構ねいいんじゃないかなと思いますし、あとごまもいろんなものに振りかけると美味しいし、一般的にはね健康にいい食材だというふうに言われてるので、まあそういったのねぜひ摂取していただくといいのではないかというふうに考えます。今日こんな感じかな。今後もですね身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。